晴れやかな皆さんを前にして大変緊張していますが、涙と笑顔で見送った5年前のあの日から今こうして凛々しい姿の皆さんと再会できた喜びを、後ろに座っていらっしゃるそれぞれの学校の先生方、その喜びをお話しさせていただきたいと思います。本日成人式を迎えられた208名の皆さん、誠におめでとうございます。このホールに入る前、久しぶりに会った友達や先生方と笑顔で話している皆さんの様子は、大人っぽさもあり、また当時の面影もあり、懐かしさでいっぱいになりました。田島中学校卒業の皆さん、鈴懸の木の下で長縄跳びを何度も練習したこと、学級対抗で盛り上がった電柱杯、覚えていますか？日沢中学校卒業の皆さん、劇やダンスで新たな学級の絆が生まれた日の記載がありましたね。立岩中学校の皆さんも、創価祭での歌やダンスが大盛況だったと伺いました。それぞれの学校で皆さんが作り上げた文化祭は、今もなお後輩が引き継いでいます。また伊那中学校卒業の皆さんは、この夏の時期、只見でサマーキャンプをし、バームクーヘンを焼いたり、自然と親しんだりしたそうですね。同じく南郷中学校の皆さんは、夏休みに学校にお泊まり、深夜の肝試し大会は男子生徒よりも女子生徒が先頭を切って頑張っていたと聞きました。最後に荒海中学校の皆さん、観客みんなを笑顔にしたいとアイディアを出し合った演劇夢売り、学校でのキャンプファイア、どれも皆さんの底知れぬエネルギーを感じました。中学校で仲間と先生方と心一つに頑張ってきたことは、その後の皆さんの成長につながっていることは、ここから見る自信あふれる眼差しからも伝わってきます。この5年の間に一人一人がさまざまなことに挑戦し、悩み、乗り越え、学んできた成果だと思います。今日は懐かしい仲間とともに大いに語らい、これからの励みにしてほしいと思います。そしてこの日を迎えるまで育ててくださった家族、地域の方々、恩師、多くの方への感謝の気持ちも忘れないでください。最後に、ちょっと前に私も2度目の成人式を迎えました。でもこの年になっても、いまだに生徒から教えられることはたくさんあります。年齢や性別に関係なく、自分を豊かにしてくれる人は周りにたくさんいるものです。どうか皆さんも自分から聞く、学ぶという姿勢を大切にしてください。そうすれば皆さんはもっともっと大きく成長できると思います。ただ20歳を超えると人生は少し早く過ぎる気がします。まして30代を過ぎると2倍速に感じます。だからこそ皆さんも、次に明日にでなく、今日から今からを心がけて、素敵な人生を歩んでほしいと思います。今日こうして成人式を迎え、皆さんは大人として認められました。昨日とはちょっと違った自分を感じながら、さらに活躍してほしいと思います。皆さんのこれからの未来にエールを送り、成人のお祝いの言葉とさせていただきます。南会津町議会議長、鋼沼純一様。はい、本日はおめでとうございます。福島県議会議員、星光生様、秘書星正友様。はい、本日はおめでとうございます。恩師代表、馬場仁子様。おめでとうございます。福島県南会津教育事務所長、水野達夫様。はい、本日はおめでとうございます。
福島県南会津警察署長梅宮正幸様、はい、新成人の皆さんおめでとうございます。南会津町選挙管理委員会委員長澤田洋一様、はい、本日はおめでとうございます。ありがとうございました。なお祝電につきましては会場の入り口に提示しておりますので後ほどご覧ください。続きまして新成人を代表して星孝則さんに私の言葉を述べていただきます。私の言葉、本日は私たちのためにこのような盛大な成人式を挙行していただき、成人者一同心から感謝申し上げます。こうして今日の日を迎えることができましたのも、家族をはじめ友達、地域の方々の支えがあったからと改めて感じております。私たちは成人という新たなスタートラインに立ち、責任ある大人になるため、それぞれの夢を叶えるためにたくさんの努力をしなければなりません。これからの人生、楽しいことばかりではなく、悲しいこと、辛いことが多くあると思います。しかし私たちはどんな大きな壁も乗り越えられる力や可能性を持っています。大人の仲間入りを果たした私たちだからこそ、この限りない可能性を自分のためにだけではなく、支えてくださった方々や地域のために生かすことができると思います。またそれぞれのフィールドで戦っている私たちですが、共通しては忘れていけないことがあります。それは思いやりの心と感謝の気持ちです。私たちを支えてくださった方々がそうだったように、今度は私たちが相手を思いやり、感謝の気持ちを大切にしなければならないと思います。そして成人となった私たちは大人としての行動や言動を心がけたいと思います。結びに、本日ご臨席いただきましたご来賓の皆様方、お父さんお母さん、そして成人者一同に携わってくださる全ての方に感謝の言葉を述べ、私の言葉とします。平成26年8月15日成人者代表星孝則。皆さん、本日はご成人誠におめでとうございます。以上をもちまして、平成26年度南会津町成人式を閉式いたします。